ハピネスダークのハピネスです。ワンフレームレベナントプライムアクセスギブアウェイの抽選応募説明動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらはね、公式連携の、レベナントプライム最高ティアのダンスマカブルパック最大1名の方に当たるというね、公式連携のデジタルエクストリーム様よりスポンサーされた、企画となります。こちらね、いつも取り行っているギブアウェイの企画と同じものになりますので、もう知ってご存知の方はね、概要欄の一番上にある応募リンクからですね、こちら必要事項を入力の上、送信いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。最近になってね、ハピネスの動画初めて見始めましたとか、情報を追っかけるようになりましたという方もいらっしゃると思いますので、今回ねここの説明文を一つ一つ読みながら、皆さんに安心してねこの応募に参加できるような、まあそんな体制をね発信していきたいと思いますので、こちらご確認いただければと思います。では早速ね、応募の説明の方入っていきたいと思うんですけれども、こちら、この応募フォームはレベダントプライムアクセスギバーウェイ10月10日締め切りの抽選参加用のものになります。締め切りは2022年10月10日23時59分を予定しています。本抽選のコードや商品は公式ウォーフレームデジタルエクストリーム様よりスポンサーされた商品です。なのでね、安心して受け取っていただけるものとなっております。抽選の発表に関しましては、2022年10月11日の動画投稿またはライブ配信で行われ、当選者様の情報は同日ね公式ウォーフレームの管理スタッフ様宛へ申請されます。今回レベナントプライムアクセスギブアウェイは1名の方に当選されます。こちらね、結果発表の動画関連に関しましては後日アーカイブとして保存されますので、リアルタイムでの確認は必須ではありません。そして配布日に関しましては、公式デジタルエクストリーム様よりゲーム内のメール受信ボックスへ配布されます。その日時なんですけれども、こちら10月12日東部標準時間午後2時以降に商品が配布されます。まあ日本時間基準ではマイナス13時間の時差がありますので、カナダが10月12日、PM14 時の場合はですね、日本時間では10月13日午前3時頃となります。ここ14だからここも14に変えようか、分かりづらいもんね、統一しましょう。はい、ちょっと記載を修正しました。はい、こちらご確認いただければと思いますね。まあ、つまりここ確認できてれば大丈夫だと思いますので、ご認識のほどよろしくお願いいたします。はい、そしてねこちら必要入力事項になるんですけれども、あなたのウォーフレームアカウント名エイリアスですね、まあ、こちらを、入れていただければと思います。まあ、ゲーム内のね自分のウォーフレームアカウントを見ながら入力するのが確実かなと思います。あとはニックネームです。こちらね抽選の発表時に使用させていただくお名前となっておりますので、こちらご記入をお願いいたします。まあ、基本的にニックネームは自由で、まあすげえ面白いニックネームから、まあ、真面目なものももちろんあるんだけれども、あとお礼のメッセージとかいろいろ遊んでる方もいらっしゃるんでね、いつも楽しませてもらってます。まあ、ただね動画化されてで人の目に触れる機会もありますので、まあ、客観的にね不適切と受け止められるような暴力とか、まあ、その他ね卑猥誹謗中傷的な単語が絶対に含まれないようにお願いいたします。あとは皆さんのメインプラットフォームを一つ選択していただいて、まあ、送信としていただければと思います。はい、最後に注意事項です。回答を送信する前にね、ウォーフレームアカウント名そしてプラットフォーム選択が正しいことをご確認ください。記載内容にね誤りがございますと商品が正しく配布されない場合がございますのでご注意ください。同ウォーフレームアカウント同プラットフォームの2度目以降の申請は抽選対象となりません。抽選発表前にアカウント名の重複が確認された場合はですね、対象外として識別されますので倍率が変動することはございません。ただし複数のアカウントそしてプラットフォームでプレイされている方は各種アカウントで申請が可能になっています。この応募フォームを通してねご送信いただきました参加者様のアカウントや情報に関しましては、本抽選の企画以外でね、使用されることはありませんので、こちらもご安心いただければと思います。はい、それでは以上になります。レベナントプライムアクセスギブアウェイ最大1名の方に当たる、公式連携の企画になります。概要欄のね一番上にある応募リンクからぜひ振るってご参加いただければと思います。期間も短めなのでね、ぜひお早めにということで、それではね説明動画は以上となります。皆さんからのご応募お待ちしております。こうした抽選企画結構な頻度でやってますのでね、ぜひねこの機会にチャンネル登録などいただいて情報を追っかけていただければと思います。ハピネスダークのハピネスでした。また別の実況動画でお会いしましょう。バイバイ。